選ぶ。コスプレロブ。せせせせせせつけい。やあ、せせげすだよ。前回のあらすじ。コスプレがやりたいんだったら、実績を上げんかいって、親に言われて、コスプレイヤーたちが集まるアプリに登録しました。こっからどんな感じのコスプレライフが展開されていくとか、あこの二人さ、もう付き合ってんじゃないかなっていうくらいさ、主人公の家にさ、お邪魔しに来ておけんさ、もうさ、俺が見てない間にさ、この二人何かプロポーズとかしたんじゃないかろうかなみたいな感じの妄想してますけど、こういう系のゲームさ、いつもさ、ヒロインが主人公の家にさ、同棲しようけどさ、今回お嬢様やけんな、ヒロインが。同棲する感じっていうのがないよな。え、それとも何なんだろう。これから同棲するルートみたいなのが始まるんかな。そういう展開になるんかな。家追い出されるんかな。そして、主人公の家に泊まることになって、そこでラッキースクイーンとか起きるんかなみたいな感じのこの展開 を想像しつつもやっていきたいと思います。お月さん、ちょっといいかな。前日はどうやって実績を作るかって話だけで終わってしまったよね。あれからインターネットでコスプレをできるイベントを少し調べてみたんだよ。おお、なるほどね。ありがとうございます。私の問題なのにそんなことまでしてもらって。いいんだよいいんだよ。あとちょっとありがとうございますで、ね、体動いた時ちょっと乳揺れたね。いつもその乳の揺れ方がちょっとすっごい目に留まってしまうんだよね。そのことはいいよ。手伝うって決めた以上はちゃんと責任を持って手を貸したいし、そうだそうだ、何か起きて失敗した時のね、責任も取らんかったのがわかんからな。つまりコスプレイヤーとして引退しなあかんとなったら俺の読みになってもらうわ。凝縮した様子で頭を下げる彼女に、俺は気軽にそう言葉を返す。彼女に助けてほしいとお願いされてからすでに3日経っていた。数日空けたこともあり、イベントやコスプレについていろいろと調べることができた。今日はその打ち合わせで彼女を呼んだのだ。おお、打ち合わせってもうなんかそういう事務所かなって、ここはそういう事務所なんかなって思ってしまうんだよ。でイベントのことなんだけど。はい、私のコスプレイヤーとしての実績作りの一環ですね。やっぱコスプレイヤーってイベントに出てなんぼな感じがするよな。手頃なと言ってはなんですけど、良さそうなイベントがあったのでしょうか。それこそアマチュアとかも出れるようなやつやな。お月さんは期待に目を輝かせながらタブレットを操作する俺の隣にまでやってきた。距離感近いんだよなこの子。、うん、箱入り娘のやつでそういう距離感とか学ばないの。お嬢様ってそういう距離感学ばないの。男の人にこんだけ近づいたら相手が意識してするのかやめなさいみたいなこと言われたことないの。肩が振り合ってしまいそうな、息遣いさえも感じられそうな距離感。サッカーだったらフィジック、サッカーみたいな距離やけんな。サッカーのボールの奪いようみたいな距離になってるからな、お前。相変わらず近い。彼女のことを意識してしまい、落ち着かない気分になってしまいそうだ。とりあえず、これを見てもらえるかな。俺は、できるだけ意識しないようにしながら、タブレットの画面を彼女にも見やすいように少し傾ける。小規模なオールジャンル同人誌即売会ですか。同人誌ね。コスプレは OK なイベントなんでしょうか。そこは問題ないみたい。先日のオンリーイベントのように会場を区切ってそこをコスプレブースにするみたいだね。ほう。オールジャンルだし周りは TA ファンだらけってわけじゃない。小規模イベントな上にメインは同人誌即売会だからコスプレ自体がそこまで注目されないかもしれない。でもこれは一種のテストになると思う。そうな。いや、メインが即売会だとしてもさ、結局どころさ、コスプレの方に興味持つ人おるかもしれんで、同人誌メインできたけどいざ見てみたらコスプレっていいなって思う人もおるかもしれんせんさ、そういう人に注目されるっていうのはやっぱいいわなって思うね。テストですか。これはセミナーだ。須藤教授的だよ。イニシャル D の須藤教授的だよ。今のお月さんが、お月さん、え、お月さんやな。お月さんがどこまでやれるのか、そして足りないものは何かっていうのを客観的に把握できるからなって考えてさ。失敗しても小さなイベントなら傷は小さい。ここからステップアップしていけばいいんだしね。それも踏まえてのテストってこと。うん。出たー。
そういえば前回のパートさ、一回もコスプレした姿出てきてなかったよな。ちょっとそういうエチエチなのを期待してるような、萌えなのを期待してる人にとってはちょっとさ、もったいない感じのパート2になったと思うんですけど、今後の展開としてはね、起承の章の部分がね、起承転結の章の部分だったけどさ、結構ストーリーとしては重要な部分ではあったんやけどな。 TA オンリーでは周りの全員が TA 好きだった。実際には大したことなくても採点は非常に甘くなっていたはずだ。だけどオールジャンルでコスプレがメインではないイベントの場合、厳しい現実を突きつけられるに違いない。確かにそうかもしれないな。水木さんは美人だし、衣装の完成度も非常に高い。それだけでも注目を受けるのは間違いないだろうけど、だからといって有名コスプレサイトや雑誌に掲載されるかといえばどうだ。うん、なんというかたくさんおる中のさ、一握りやもんな、そういう風に乗るって。結局のところさ、そのたくさんおる中でそれでもさ、自分が注目されるみたいな、そういう魅力がなかったらやな。直近に大きなイベントが開催される予定がないため、小さなイベントでコツコツ頑張るしかないのも事実なんだけど。ああ、今の私ってどれくらいの立ち位置なんでしょうか。いや、立ち位置ってさ、もう書き出しやけどさ、1位ついてのぐらいじゃない。かけっこで言えば1位ついてぐらいの感じじゃない。だって用意の部分は入ってないんだよこれ。そんな説明を聞いて、お月さんは俺を見つめながら首をかしげた。意識しているわけではないだろうけど、そんな仕草に妙に気品を感じてしまう。おさ、何をしてもさ、さ、気品にあふれるような感じの見た目の人やもんな。こんな人がさ、ちょっと言っちゃあれやけど、下品なおっぱいでぶら下げるってるっていうかさ、ちょっとさ、なんか芸術的やね。ある意味芸術的やね。何言ってた俺は。お月さんはこの前のオンリーイベントがコスプレ初参加だったんだよね。はい、そうなります。ちなみに宣伝はしたことはある？いいえ、一度もありませんが。そうやな、これまでは宣伝するってことなんか頭に入れずにただ楽しみよっただけやもんな。それがただ楽しみよることと、誰かにみんなに見てもらうわなっていう意識をしなあかんっていうこととさ、決定的な違いやけどさ、そこが難しいところ。じゃあ普通に無名の新人だろうね。知名度はほとんどないと思う。あのイベントでどれだけの人が撮影してくれたからにもよるけど、それでも無名なのは変わらない。そこら辺も踏まえて今後の戦略を練りたいと思う。それでいいかな。はい、お願いします。またリース出てきてるな。何も言わんままにさ、リースリースがちょっと憑依してるところがあるな。で、なんだ先輩、いきなりの呼ばれ方に思わず俺はそう問い返してしまう。こうやって一つのことに協力して困難に立ち向かう様子が TA と重なると思いまして、つい。はい、オタクあるあるありました。自分の好きな作品とかそう、自分の境遇を重ねてしまうところあるよね。あるかな。ちょっとオタクあるあるみたいな感じで思ったけどさ、あんまないかもしれん。ごめんみんな。迷惑でしたか。でもさ、自分の好きなものに立てれるんが一番さ、想像しやすいっていうかやりやすいんじゃないかな。いや迷惑ではないよ。ちょっと驚いただけで。俺が TA のセリフを引用した時なんかは、彼女もノリノリでリースの真似をして返してきたっけ。周りに TA 好きの友達がいないから、こういうやりとりにも飢えているのかもしれない。そういえばコスプレの時のキャラ作りはどうしてるのかな。この前のイベントで見た限りではあんまりポーズ数は多くなかったみたいけど。それも問題ですよね。いやー、なるほどね。服装のクオリティは高いんやけど、ちょっと内面的な部分のクオリティがそんなに高くないみたいな感じか。コスプレで有名になるためにはやっぱりリースちゃんになりきれた方がいいと思いますか。どうなんだろう、こういうところってさ、コスプレイヤーってあれなんかな、キャラになりきってそのキャラになりきっとるからこそいいのか、それを着とる中の人がさ人気になった方がいいのか、なんか微妙なところあるよね。そうだね、
姿と気にするよりはそっちの方がいいと思う。細かいところまで見ている人はいるし、想像以上にキャラになりきっている人を見れば感動もするから、そういうもんか。ただ衣装の完成度が高いだけではなかなか注目はされない。そこからさらに突き抜けたものがあった方がいい。私も衣装を着て何度も鏡の前でリースちゃんのセリフやポーズの練習をしていたんです。でも鏡の前でならできても、撮影中になると急にちゃんとできなくなってしまって。上がりやすいんやな。自分でポーズをチェックしながらではないので、本当にこれでいいのか不安になってしまうんです。まさにこれさ、主人公がさ、肌から見て、いけるかいけないかっていう判断をする役になる感じ。俺が見た時は腕の角度が少し下がっていたように見えたけど。やっぱりそうなんですね。イベントの後半になってきますと疲れて腕が上がらなくなってしまいまして。あんまり運動はしなさそうなタイプやな。なんかなんていうかさ、そのでっかい重りがついてたら走りにくいだろうし、あんまり運動とか取り組んでなさそうだなっていう偏見がありますね。そのせいでなおさら腕の角度がどうなっているのかわからなくなってしまい。そっか、離れしてないのが原因だろうか。こういうところも含めて小さなイベントから経験を積んでいくしかなさそうだ。もうほんまマネージャーみたいなことやりようからな俺。ところで今日はコスプレ衣装は持ってきてるかな。次に参加するイベントに備えて前回の反省点や次回はどうするかっていうのを話し合おうと思うんだけど。はい、持ってきてます。すぐに着替えますね。わ、久しぶりに見えるんかな、その完全に生でさ着てるところ。ああ、うん、服を脱ぐのは俺が部屋を出てからお願いね。この前と同じようにためらいなく服を脱ごうとし始める水木さん。ええかな、俺が見ても別にええと思ってるんじゃん。ほら水木さん、別にあなたに見られるのは何も感じませんけどみたいな感じじゃないの。だったらこっちも見てもええじゃないのって思うけど。二度目のため俺は焦ることなく素早く部屋からの脱出するのだった。マネージャーってこんなもんだがな、事務所のアイドルのマネージャー来たー。どう思われますか。どうって言われてもエロいなー。着痩せするタイプ、なんていうかさ、胴体が細いよな。胸こらにボーってなっとるのでさ、なんでお腹周りこんなに細いんだろうって思うよな。肩幅も狭くてさ、細いなこれ、こう見たら。そうだね、先日のオンリーイベントで着ていたヒイラギリースの初期衣装、丁寧に手入れをしているようで未だに新品のような初々しさを感じることができる。おお、あれからどこかに手を入れた。 いえ、肩の崩れやほつれた部分を補修したくらいです。ネックレスを含めた装飾品も高橋さんと相談の上でより良くしようと思っていましたので。やっぱりこの衣装で次のイベントにも参加するんでしょうか。めっちゃ目が輝いてる。お月さんはそう言うとさらに改良しますとばかりに気合を入れている。しかしそれはどうだろう。そのリースの制服姿もいいけど別の衣装の方がいいかもしれない。お、初期の時間の保護官の制服は俺も好きなんだけど、もっと目を引く感じの衣装の方がいいと思うんだよ。あ、よったな。なんかだんだん改造されてどんどん変わっていくけど、その初期のシンプルさが一番いいみたいなこと言おったけどさ、やっぱ目立つんだったらシンプルよりもちょっと派手なところがいいんだろうな。これどんどん改造されていってどんな制服があるんだろうなってちょっとすごい気になっとったところもおるな俺も。なんだろう、背中にファンネルとかつくんかな、フィーファンネルみたいな感じでついておくかな。最終決戦前とか言おうからな。まあいろいろモリモリフルアーマー系だよ。フルアーマーユニコーン的な感じなん。それとも後ろに背中にバズーカ背負っとってさ、宙返りしながらバズーカ打つようなアムロレインみたいな戦い方できるかな。理想を言えばそれが一番だけど、さすがに時間的な問題が。どう、好きになるな。最終決戦仕様とか、もうなんかガンダムとか好きな人にとってはめっちゃくちゃすごいいい響きなんやけど。さっきタブレットで見せたイベントの日までに新しい衣装でそれを作れる？ちょっと自信がありません。間に合わないからって
納得のいかない完成度の衣装でコスプレするのも私的にはちょっと抵抗が。うん、だよね。仕事なんかでもそうだけど、何事にも納期が存在するのだ。趣味なんだからと曖昧にすることはできるけど、今のお月さんが置かれている状況はそれを許してくれない。それは今後の課題ってことで考えておくことにして、今はその時間保護官の衣装について話をしようか。新しい衣装の参考になるかもしれないし、良かったところや悪かったところを洗い出しておかないとね。はい、どうぞ高橋さんの目から見てダメなところをビシバシ指摘してください。と言っても俺は布製品とかについては専門家、こういう文字あるんじゃ全然見たことないんだ。専門外って言うかと思ったら船外感、あ、そんな言葉あるんじゃ知らねでもそうだな、気になるところはいくつかある。イベントでのコスプレって露出に関して結構厳しいとは思うんだけど、そこはどうしているとかな。あー、そういうのもあるんか。さすがにちょっとセクシャル的なさ、センシティブ的な規制点があるんか。コスプレといってもさ、コスプレイヤーって結構露出が激しい服装のもの多いようなイメージがあるけどさ、やっぱここまで、限度はここまでですみたいな決めるイベントとかあるんかな。俺あんま詳しいないけど。露出ですか？うん、結構際どいよそれって。リースの衣装って露出が多いのばかりでしょ。だだ、TA って TA の作者って結構エッチな妄想とかしとるタイプの作者なんだのかな。今着ている時間保護官の制服はかなり抑えめでは、これで抑えめだ。いや待って、こんなに他人もポロンって出とって、それでも抑えめな今から信じられへんわ俺うん、お月さんのご両親に見とがめられるくらいには肌が見えている。そうですね、あまり露出が多いと禁止されるので、ボディファンデーションを用意している人が多いそうです。何なんだろう、俺コスプレの知識とないけん、ボディファンデーションって置いても何のことかわからん。最近は二次元の女の子の体型に近づけるためのボディメイクインナーで胸の谷間を作ることもできますし。そのこともちょっと知らんけどさ、何のことかちょっとわかるな。その女の胸の形をかたどったなんか装飾品みたいな感じだろ。なんか胸につけることでぺったんくな胸でもボイーな感じに見せることができますみたいな。それはちょっと見たことあるけど。へえ、そうなんだ。じゃあみつきさんも？ファンデーションの方でしたらちゃんとイベント会場で使っていました。はあ、せっかくの衣装なのに退場にはなりたくない。退場とかあるんやな。特定多数の人の前で肌を晒せるほどつぶとくはありませんし。でも自信持って見せてもいいと思うよな。いいもの持ってるんだから。なるべく本当の肌っぽく見えるように工夫するのがとても大変でした。それはそうだ。恥じらうように言う美月さんの言葉に俺は心の中で相槌を打つ。でもイベントの時は結構近くで見ていたのに気づかなかったなきっと高橋さんは胸元は胸元でもペンダントしか見ていなかったからだと思いますよ。おお、レアケースでね。レアケースですね。胸元を見ていながら谷間は見ていないっていうのは結構レアケースですからね。男の中ではみんな谷間の方に行きますよ。100人いたら99人は胸の谷間目に行くと思いますよ。反論できない。実際に美月さんの顔すらまともに見ていなかったくらいだし、それはちょっとさ失礼やわ。もうゲーム側がさ、おっぱいをど真ん中に持ってきようけんなこれ肌じゃないんやな、つまりこれ。でもさ、いつもの私服の時もこんな感じの胸のボイな感じにしとるで。やけ天然物をさ使ってもさ、こんな感じの大きさ表現できると思うけどな。でも見せたくないけん、ちょっと上からちょっとかぶせとるところあるんか。はあ、しかし本当に肌と見分けがつかない。これがインナーね。俺には本物肌にしか見えないけどな。まあ偽物だからって
揉もうとするとそれはそれでセクハラになるけどな。そう言いながら俺は何の気なしに彼女の胸元やお腹の周りをしげしげと眺める。どう見ても普通の肌にしか見えないんだけど、いや興奮するじゃん。だったらさ、割とえやべ立ってきたみたいな感じになるんかな。あの高橋さん、ん、どうかした？今はその高橋さんしか見ている人がいないので、みんなはつけていなくて。いやつけとくところだろお前。だったらお前本番と同じ格好しろよって思うやけど。なんで高橋さんかしか見てないからインナーつけてないみたいな。いや本番の姿しろよだったら。いや普通本番の姿をさしとくもんだろこういう時って。何本番ではおい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 練習のための練習はいけないんだって。俺なんかテレビで見ることあるぞお前。え、自宅でも試着してポーズの練習する時はインナーをつけないことが多くて、それで。いやつけた方がええで。いや本番の状態を確認しなあかんのやけど、つけとかなあかんとこだと思うけどな俺。それともなんだお前、そんな顔をして実は見られたいんか。さっき言っていたボディファンデーションやインナーをつけていない。つまり今俺がしげしげと眺めているこの胸元や腹部はお月さんの肌というわけで。が、ごめん。後ろ危ないです。げっ、行動も激しい衝撃が突き抜けた。一瞬目の前が暗くなり、チカチカと星では脳裏で瞬いていく。高橋さん、とっさに俺を支えてくれるようにくれようとしたのだろう。差し伸べられた水木さんの手に俺は笑いでもすがる思いでしがみついていた。しかしだ、おおラッキースケベ来たね。ようやくラッキースケベですよ皆さん。この後 A ボタンを何回か押した後に見えるスチルはたまったもんじゃないでしょう皆さん。水木さんには俺を支えられるだけの力はなかったようだ。来い来い、引っ張られる形でバランスを崩し、俺ともつれながら床に倒れ込んでしまう。来い来い来い、来たー。はい、これサムネ決定です。皆さんこれ絶対サムネ決定だわこれ。天然おっぱいが俺の胸の上におりますからね。それさりげなくスパッツみたいな部分も見えますからねこれ。これをヘッジ度が高いですね。これもう入ってるじゃないかな、下半身入ってるじゃないかなって見る人が見たらそう思いますからねこれ。いたぞ。ごめん、美月さん。チカチカしていた視界が元に戻る。目の前に。これどんなトラブル？俺が操作しておった主人公ってユーキリトだったかな？吐息がたやすく届いてしまいかねない距離に、美月さんの端麗な顔があった。驚愕の気持ちが強すぎて言葉がうまく出てきてくれない。ミスさんも驚きのためだろうか、硬直してしまったかのように反応が全くなかった。ただその顔はびっくりするぐらいに赤くなってしまっている。というかどうしてこんな状況になってしまったんだ。いや原因は分かっている。後頭部をぶつけた俺が思わず差し伸べられた美月さんの手につがりついてしまったからだ。そのまま腕を引っ張りながら倒れ込み、結果このような俺が押し倒されるような体勢になったに違いない。狙ってたやろフリック、どうせ狙ってたやろ俺。それはわかるんだが、美月さん、そのだな、Oh my god、ムラムラに感じるボリューム感がありつつも柔らかなもしものような感触。相談にもいろいろと柔らかな女性特有の肌に触れている感触がそこかしゅくから伝わってくる。わあ、絶対これ五感すべてをさ、五感の感覚すべてを肌に集中させてるな、これ主人公。いいでしょう、いいでしょう。お客さんはインナーを着ていないって言ってたけど、
ということは、この感触のいくつかは実感に伝わってきて、って何を考えてるんだ俺は。美月さん、おい美月さん、上から退いてくれると嬉しいんだけど。華奢な美月さんの体を強引に押しておけることは簡単だ。でも正直なところ、どこに触れていいのか、そもそも触ってしまっていいのかと悩んでしまう。うん、俺だったらどけるふりしてちょっと胸に触るね。美月さん、あー、そりゃこんなぐるぐるな目になる時あったもんな。これ硬直が解けただろう。美月さんはお湯の上に乗ったままの体勢で声にならない声を上げながら体を震わせた。伝わってくる太陽が妙に暖かく感じてしまった。ああなんかスキップしちゃった。まあいいや、引っ張ってごめん美月さん、俺が悪かった。そんなに焦らなくて大丈夫だから、ゆっくり慎重にお湯の上から退いてもらってもいいかな。わかりました。なんでそんなじゃん。うん、なんか今から本番するような感じの展開やめろお前。刻々と壊れたロボットのような動きでうなずき返してくる。でもその動きはやめてほしい。俺の上に乗ったものを体勢のため、その振動が胸元の柔らかな感触からダイレクトに伝わってくるのだ。心の心臓の心臓の高さでハートビートまで伝わってくるようだな。非常に気まずい気分になり、至近距離にある美月さんの顔をまともに見ていられない。どうした？なあ！体を起こそうとして腕に力を入れるが、うまく力が入らなかったようだ。軽く浮き上がった体が再度俺の上へと落ちてきてしまう。おいおいおい、そんな手たらくで時空反対した敵のやつ懲らしめられるんか。おいヒラギリース、そんなんで懲らしめられるんか。当然のように柔らかな感触が俺へとボディープレスをしてきた。ちょ、美月さん、なんだ、おいおい、プロレス技の練習をしてるんかこれ。え、ヒーラギリースの得意技プロレス技なん。ごめんなさい、なんかその緊張して腕に力が入らなくて。でも大丈夫です、私全然気にしてませんから。嘘つけ。いや、そんな顔で言われても説得力ないから。お嬢様ゆえにずれていた美月さんでもこれはさすがに恥ずかしいらしい。俺に気を使わせまいとそう言ってるのだろうけど、そんなことよりも早く上から退いてほしい。ああ、眼福だった、眼福だったわ。俺もこんな展開に なりたいなって。うん。だったら俺、丸太にしがみつく、動物のごとく、俺は美月さんにしがみつくね。何度か俺の上から退いた美月さんは、微妙に距離を取った場所に、腰を下ろしていた。さっきから会話が全然ない。良くも悪くも美月さんが近すぎたので、これが普通なのかもしれないけど。さっきまでの距離感を思い出すと寂しい気がしてしまう。うん。じゃあさっきの話の続きをしようか。衣装の改善点だけどさ。はい。次の衣装の参考にするために、しっかりと悪いところを洗い直さないといけませんよね。声をかけるとどこかほっとした様子ですぐに反応する水木さん。先ほどまでの空気に気まずさでも感じていたのだろうか。気まずさしかないよ普通は。いや、普通だったらさ、リアルだったらビンタ食らってもおかしくないような状況だからな。お前、相手が相手だったからまだ良かったものの、それにしてもあまり意識しないようにはしていたけど、水木さんってめちゃくちゃ美人なんだよな。今更？いや今更か。おい、ファーストコンタクトで最初に思い浮かべるがその美人だな、だろお前。それは何だお前、胸元を見たかと思えばさ、見たのはアクセサリーか。普通胸見るだろうが。さっきのはただの事故だと分かっている。だけど、そこから続いて話し合い中、どうしても彼女のことを意識してしまうのだった。ああ。やっべえ、意識し始めちゃったわ、俺。よくあるパターンだよな。なんかのきっかけでさ、主人公がヒロインのことを意識し始めるパターンのやつね。おいおいおい。よっと。
1000超えそうですね。待ち合わせ場所はここでよかったんだよな。休日ののどかな昼下がり。わ、デート来てる。これ雰囲気的にデート来てる。これ俺は商店街の一角で美術さんが来るのをそわそわしながら待っていた。これってデートになるんだろうか。ああ、これをデートって言わないやつはハゼろって思うね。いや、次のイベントで着るコスプレ衣装のための買い出しでしかないんだけど。あ、衣装の買い出ししようんじゃ。衣装を作るための材料か。でも休日に女性と二人でショッピングという経験がないため、どうしてもそのことを意識してしまう。時間的にそろそろ来ると思うけど、水木さんは休日も忙しそうだからな。最悪しばらく待ちぼうけする可能性も覚悟した方がいいのかな。彼女は普段から習い事などをしているため、休日でもゆっくり休めないと言っていた気がする。おかげでコスプレ衣装を作るのも時間の確保が難しいとかなんとか。俺の家に来るのも毎日ではない。来ても夜にちょっと寄って話をして帰るって日も珍しくない。夜に来るん？お待たせいたしました。あーっと、やっぱその服装だ。なんか上品だよな。露出が少ないけど上品だよな、俺。の割にはさ、おぶれはすっごい主張してきてるんだよな。ギャップがたまらんね、これ。ギャップがたまらんよね、みんな、これ。そんなことを考えていると、水木さんが小橋で近づいてくるのが見えた。うん、ブラジャーの硬さにもよるけど揺れるんだろうな。俺の前までやってきて立ち止まり、申し訳なさそうに頭を下げる。ごめんなさい。前の習い事が少し長引いてしまいまして、なかなか解放していただけなかったもので。そりゃそうだろうね。俺がその習い事の先生だったら、できるだけずっと長くあなたと一緒にいたいと思うから、どうにかして話をつないで帰らせないようにするね。いや、俺もさっき来たばかりだし大丈夫だよ。そんなに待っていないから。本当ですか？でもお待たせさせてしまったのは事実なわけですし。ええてええて。でも美月さんの方は問題ないのかな。例えばブラジャーつけ忘れてたりはしないよね。問題ですか？だってさ、なんかちょっと体を震わせただけでちょっと胸が揺れてるような感じ、ブラジャーしてるのかなって心配になる。そもそもコスプレを咎められたきっかけって、俺の家に寄って帰りが遅くなったからでしょ。最近はなるべく早く帰るようにしていても、変わらず俺の家には来ているし、休日は俺と外で落ち合っているわけだ。それに関して何か言われてないのかなと思って。大丈夫かな。ミツクさんちってさ、執事とかおらんかな。執事がボディーガードとして遠くから監視してないかな。この姿もバリバリ見られてたりせんだろうな。今頃携帯と言い出して両親に連絡入ってないかな。そのことですが、不思議と何も言われないんです。ほ、一応咎められた後からは門限に余裕を持って帰るように気をつけているそうだ。それでも男と会っていることに問題はないのかなと思ったわけだけど、そういうところ放任主義なんかな。言われたのもコスプレに関してのことだけで、高橋さんについては何も言われませんでしたし。ああ、男女との絡みに関しては別に本人のやりたいようにしてあげたいなみたいなとこがあるんかな。ああ、そういうところはちょっと娘思いな親子さんなんかもしれんな。ですので特に問題とは思われていないんだと思います。はい、今だね、ちょっと今問題一つ見つけました。今ちょっとゆる体が動いただけで胸がブルンって揺れたような感じがしますね。あなた今胸の服の中確認してみなさい。ブラジャーがついてない、もしくはついているけどちょっとホックが外れてるパターンありませんか。なんか不自然なくらいに揺れましたよあなた。へえ、そうなんだ。それは俺にとって喜ばしいことなのかな。男女交際に関してはあまり干渉しない方針なのかもしれない。で、俺は何を考えてるんだ。別に付き合ってるわけでもないのに。高橋さん、近い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 。しましたか。お前そういうとこ、お前そういうところだから、お前わっ、あっ、何でもないよ。はっ、おいおいおい、前々から思っとくけど、何度俺に夢の国のネズミに鳴らせれば気が済むんだ。お前は水
水木さんの彼氏とか婚約者みたいな人がいれば申し訳ないって思っただけで、って誰を言ってるんだ。お、急に近づいてきた水木さんの顔に合わせて変なことを口走ってしまった。だがその質問に水木さんの方が顔を赤くして慌て始める。彼ってそんな人いません。もう高橋さんは何を言っているんですか。ウブだね。それにいくら古くから続いている家でも今時いいなつけとかいるわけないじゃないですか。はあ、今やっぱさ多方性っていうかな、いろんな考え方がある時代やもんな。そうなんだ。意図して聞いたことではないんだけど、彼氏も婚約者もいないという返答になぜか顔がにやけてしまいそうになる。ワンチャンいけそうな気がするみたいな感じで考えるな。お前あると思いますとか天使木村な気分になってただろ。お前そういう高橋さんこそお付き合いされている方はいないんですか。はい、ちょっと男もデリケートなところついてきました。童貞にそんなこと聞いちゃダメだよ水木さん。俺に？あ、そんなもん人いないよ。残念なら今で試着ともないし、まあミニーっていう彼女ならいるけどさ。あ、そうなんですか。意外です。高橋さんみたいな男性でしたらそういう方がいても不思議ではないと思ったのですけど。水木さん、それはその言い方は時に人を傷つけるよ。男性全然モテないっていう男性にそんなこと言ったらね、時としてその男性を傷つけることがあるんだよ。ずっとソジュードに縁がなかったからね。ほら趣味で忙しいとどうしてもさ、子供の頃からアニメや漫画屋を見つつグッズのを自作していたのだ。デートなどに使う時間も小遣いも全然足りていなかったのは間違いない。それもあって友人はそれでいいだけど深い関係になる異性には出会えていなかった。それわかります。趣味に没頭しているとどうしても時間が足りないんですよね。そういう人がいたとしても趣味を理解してくれないと息が詰まってしまうでしょうし、打ち明けるも大変なんだろうな。やっぱそうそう、 TA でもリーズが近世ヨーロッパ編で別の時間保護官に言い寄られていたエピソードがあったよね。主人公の勇気たちと同じくスカウトされたその男、そっけなくあしらったのを覚えてる。もちろんです。やっぱオタク的な話になったらその顔になる。似たような過去をたどっていても異なった未来を見ている人とは同じ道を歩めません。私にとって同じ道を歩める人は先輩だけ。あなたはただ途中で道が交わっただけの通りすがりでしかありませんからですよね。よう覚えてるな、そこまで。私もリースちゃんと同じで、やっぱり同じ道を歩ける人じゃないとって考えてしまいます。え、それ俺？大谷とリースじゃ境遇が全然違うけど、せめて趣味だけでも同じがいいってことだね。なんとなく俺たちは顔を見合わせて同時にうなずき合う。水木さんは以前俺の同志と呼んでいたけど、同じ TA 好きなためこういうところはとても気が合うと思う。私たちって気が合いますよね。さすがTA 好きの同士ってところでしょうか。なんかそれ以上にシンクロニシティしてますけどね。俺も同じことを考えていたよ。好きなことが同じだと考えも似るのかな。きっとリースにとっての勇気はそういう相手なんだろうな。やばい、ヒイラギリースと勇気の関係性をなんか手に取るように分かってしまうとあたりさ、もう完全にさできてしまってる。もうなんか運命的な出会いできてしまってるような感じがするこれ。なんて考えていたら周囲からの注目を集めていることに気がついてしまった。こちらを見た通りすがりの女性がクスクスと忍び笑いを漏らしていた。同じく通りすがりの子供がこちらを指さして何かを言っている。買い出しに行こうか。はい。どうやら道端で騒ぎすぎて注目を浴びてしまったようだ。二人して顔を赤くしつつ、僕たちは早足で黒場から離れることにする。はたから見たらさ、カップルに思いどんかな、これも。照れくささと微妙な気まずさが相まって、無言のまま歩いていた。なんだ
お互いよく喋る友達がちょっとトイレって言った時の残された二人みたいな感じになってるやん。4人で行動してて、お互いのめっちゃ話せる系の友達が二人ともトイレに行ってしまった、残されたおとなしい系の二人みたいな感じになってるの。TA のことで盛り上がったからといって、恋人とか彼氏とかそういう話をするんじゃなかった。一旦冷静になってしまおうと、かなり恥ずかしい会話をしたのだと自覚してしまった。それをもって隣を歩く水木さんをどうしても息してしまう。あ、なんでしょうか高橋さん。どうした、なんか悪いことをしようとして見つかった時みたいな反応してるぞ。いや、なんとなく歩いていたけど目的地の場所を聞いていないと思って。ミキさんの行きつけの店で布を買うんだよね。こっちの方角でいいのかな。そうでした、ごめんなさい、場所をお伝えし忘れていました。ミキさんもようやくそのことに気がついたようだ。そのことを失念してしまうほど動転してしまったみたいだと。彼女も同じ俺のことを少なからず意識してくれてるんだろうか。方角はこのままで問題ありません。してますね。案内しますね。なんかしてますよねこれ。うん、よろしく。深呼吸をして心を落ち着けたのか、水木さんは、微笑みながら俺を先導し始めた。あ、そうだ、あ、見てください高橋さん、アイスクリームの移動屋台があります。ん、ああ、本当だ。ふと通りすがりに屋台を発見し、水木さんが声を上げる。よかったら私にアイスクリームをご馳走させてもらえませんか。え、今回の買い出しは私が高橋さんを付き合わせたようなものですし。ああ、マジで。いやいや、そんなの悪いよ、俺だって好きでやってることだしさ。まあ強いて言うなら、俺はアイスクリームよりも君のメロンパンをご馳走してもらいたいけどね。ですけど、衣装作りでもお部屋を借りることになりますし、少しでもお礼をと思いまして。本当にいいんだけどな。年下の女の子におごってもらうって状況が情けなくも感じる。確かに。とはいえ、美術さんが気にしているならアイスクリームくらいならいいだろうか。だったらハーゲンダッツ怒ってくれ。じゃあ、分かった、じゃあご馳走になろうかな。はい、では早速買ってきますね。うん、高橋さんは何味がいいですか。そうだね、俺はバニラ味にするよ。うわ、それってなんだ。おい、美月さんの服の色に合わせたんかな。君は僕にとってのバニラだ。ちょっと何言ってるかわからない。わかりました、すぐに戻ってくるので少し待っていてください。ということで、買い出しの前にアイスクリームを食べることになったわけなのだが、なんでなんでこのタイミングでアイスクリーム、アイスクリームが話をなんかややこしい方向へ持っていくんかな。どういう展開になるこれ。アイスクリームが間に挟まったことでさ、近世ヨーロッパ編ですけど、リースちゃんたちがアイスクリームを食べていた話がありましたよね。何その、何その、そういえばみたいな展開。なんか強引にアイスクリーム持ってきたな、だったら。だったら結構なんか、脚本的に強引にアイスクリーム持ってきたな。そういえばアイスクリームといえばみたいな感じに話つなげようとしてアイスクリームだったんか、これもしかして。これでさ、アイスクリームじゃなくてお好み焼きだったらさ、絶対話変わっとっただろ。え？その話をこのタイミングで蒸し返すだと。アイスクリームを受け取っている最中にされた突然の言葉に俺は思わず息を飲んだ。恋人とか彼氏とかそんな話をして気まずい雰囲気になった直後なのに。あ、いや、でももしかしたら彼女はそこまで深く考えていなくて、ただ俺と TA の話をしているだけなんだろうか。あ、まりだ。リースちゃんたちが街中を探し物しながら歩いているとアイスクリームのお店を見つけるんですよね。うん。あのお話で16世紀から17世紀のヨーロッパにはすでにアイスクリームがあるって知りました。はいはい、そうらしいね。
近世ヨーロッパ編は宗教改革が絡んで重たい話が多かったから、あの話は見ていてほっこりしたな。あはい、リースちゃんが先輩に自分のアイスクリームを食べさせてあげて。やめろその顔やめろ私もあなたにアイスクリームを食べさせてあげたいみたいな、なんかまさにそういう展開になりそうな感じの前触れやめろお前。いいえやめろ、文字文字しないでちゃんと言葉にしなさい。美月さん、美月さん、急に尻つぼみをに声を小さくしながら黙り込んでしまった彼女にちらりと視線を向けてみる。妙に顔が赤くなっているような。高橋さん、私今食べているのはレモン味のアイスクリームなのですけど。レモン味、かき氷ならいつは知らず、アイスクリームでレモン味ってなかなかないな。ああレアでな、ちょっと食ってみたいな。さっぱりして美味しそうだよね。でもそれがどうかし、味見をしてみませんか。なっ、俺の言葉を遮ってまでしてきた提案に変な声を上げてしまう。一体美月さんは何を考えているんだ。しかも TA の近世ヨーロッパ編でリースがしていたように手に持ったアイスを俺へと差し出している。いやこれさ、そこら辺の生半可なカッキーじゃないと、カッキーだったらやらんぞこんなこと。恥ずかしいのか顔が赤い、っていうかそんなに照れくさいならしなければいいのに、ほんまよ。でも上目遣いで何かに期待するような眼差しを俺へと向けていた。これは別の意図があるんだろうか、それとも TA のことを語れる同志の存在が嬉しくて作中のシーンを真似して悪ふざけをしているだけなのか。だったら立ち悪いな。どちらにしても少なからず彼女のことを意識してしまっている俺にはかなりハードルの高い要求だ。そんなの男だったらかぶりつけ。イスのこと胸についてるメロンパンにも。じゃあ一口だけいただくよ。はい、どうぞこれで逆アニメだったらさ、コーンの真下あたりまでさガブーって言って、はい一口だけだからみたいな感じになるんだけどね。俺の返答にますます美月さんの顔が赤く染まってきた。それでもなお期待した眼差しは俺から離れてくれない。これは俺も覚悟を決めるしかないようだ。いただきます。めちゃくちゃ恥ずかしいけど意を決して俺は差し出されたレモン味のアイスクリームへと顔を近づけた。そのまま一口だけ、できるだけ触れる面積が少なくなるように小さく遠慮がちにかじりつく。やめろかじりついた畑がほんまにアイスクリームなのか、ちょっと戸惑ってしまうような反応やめろお前。レモン味も美味しいね。口の中がさっぱりしてたよ。緊張と羞恥心でほとんど味なんて感じないけれども、だけど美月さんは何かが三味線に触れたらしい。フォト線かな。高橋さんにも味わってもらいたいと思っていましたから。なんか別の緊張感ってものを味わってるわ俺は。どこか緊張感が抜けたような様子で柔らかく微笑み、お礼と差し出してきたアイスを引っ込めた。そして何気ない様子で俺が口をつけた頃へと自分の口を、あ美味しいです。やだわこの子、なんか自分がやってることを肌から恥ずかしいと思わないのかしら。って、もしかしてどこに口をつけたのか気づいてない。いや、それとも俺が意識しすぎただけだろうか。どうかされましたか。その食べている顔を見られますと少し困ります。あなたの親御さんは人の頭を口につけたものに口をつけていきませんみたいなことを教えんかった。ごめん。おほ、早く食べてないと溶けて大変なことになっちゃうよね。おほ、おいおいおい、夢の国のネズミ何回出てくるんだ今回。まだ買い出しも済んでいないし少し急ごう。そうですね、ごめんなさい、私がアイスを食べようと誘ったから。
まさかこの展開に持っていこうとアイスを食べようと誘ったのか、お前。おいおいおい、おい、天然に見せかけてちょっと計算してるんじゃないだろうな、この女の頭の中。おいこんなおしとやかな感じの人に言っていくのが意外とさ、中ではグイグイ行く感じのタイプの女だったりするんだろうな、お前。いやいや、メイさんは謝る必要なんてないよ。むしろごちそうさま。顔が熱くなって全然熱が引いてくれない。俺はそのことをごまかしつつ自分のバニラアイスへとかぶりつく。そんな俺を横目でチラチラと見てくるミツキさんの耳はやっぱり赤く染まっているのだった。高橋さん、荷物を持ってくれてありがとうございます。待て、買い物の様子全然映ってなかったよ、お前。アイスのくらいの一歩が強すぎて買い物なんでもなかった感じになってるよ、お前。どんなものを買いよるとかさ、買い物中どんなやりとりをしてるとかすごい気になってるのにさ、買い物の部分全部飛ばしやがったこいつら。あー、でもまあドキドキするのはわかるよ。買い物メインなのに買い物様子一丁も映ってないから。ありかって思うな。恥じろって思うわ、お前ら。